パチャマでございます。ということでね、行きましょう。皆さん、雑魚の王様に昨日の動画で無事就任したということで、今日から僕ね、ディビジョンライバルズで戦っていくわけですけども、みんなの一緒の雑魚、まあランクはどこかわかんないけど、今見てる雑魚の皆さんと同じランク帯から抜け出してエリートに行ってるわけですから、それを意味を考えなきゃいけない。みんなの気持ちを背負って代表として、雑魚の代表としてエリート行ってるわけですから、やっぱりね、分からせないといけないのよ、雑魚の力を。そしてエリート隊に上がって俺とマッチングするような人っていうのは、皆さんのような雑魚でバカでしゃくれ顎で団子っ鼻で太い眉毛でどんぐりまなこの角刈りのみんなをボコボコに仕上がってきてるわけだから、その無念悲しみをもう一発一発ぶち当てるように試合をしていかなきゃいけないと思います。それが雑魚の王様の役目だと思ってるんです。ではその気持ち、みんなの思いを乗せてね、宇宙船チャマ号に乗ってください。みんなでエリートの旅ボコしていきましょうよ、雑魚だけでということで、では試合に行きたいと思います。チャマでございます。ということで、今ねキャップボが壊れてて、キャップボっていうのはゲームの画面をパソコンに入れる機械なんだけど、それが壊れてて、プレイステ5に1回試合の映像保存して、それをまた編集しなきゃいけない。いいせ、ああプシュカツいるじゃん、プシュカシュ、うぜえわこいつ。みんな覚えてます、このスカット、やられたでしょ、ほんとムカつくよね。ああ分かった、その気持ち、俺がやる。おいほら風見ろ、ほら風見ろ、関係ねえや、フェキル、あ出たフェキル、嫌だった。俺たち雑魚でバカでしゃくれ顎のあの角刈りはさ、 SBC とかその時は知らなくて、フェキルが強いとか使うとか分かんなかったの。ただこいつらはさ、俺たちに内緒でフェキル作ってよ、気持ちよくなってんだ。おいここだルーニー、さあここ見えてなかっただろ、さあどうする、はい、突っ込んでこい、突っ込んでこいよ、ここだ、はい、お前たちの分だ、これはお前たちの分だ、よーしまずは1点、さあ来い、さあ来い、さあ来い、ほら突っ込んでこい、ビビってんのか、おビビってんのか、おいサイドか中か、縦だろ、縦しかねえな、おいどうすんだ、甘いよ、それは読んでいる、さあここも読んでいるぞ、ダウンする、お出してよ、いしょ、ナイス、リューディガー、これ舐めちゃいけないね、リューディガーの足の長さも、さあこれ出してね、ちょまあここはやっぱあの体勢で総踏みダメだぞ、それはね、総踏みしっかりやらないと。さあ消えたら俺たちは気持ちをね、いける、いやー惜しかったな、肩のフィジカルがもう3高ければねよかったんだけど、おナイスナイス、さらに落ち着いて、そうだ、いいね、もう一回、さあどうする、いいぞ、もう一回戻して、もう一回、いやーそれは甘えは甘えたわ、一回トラップしてもよかった、カンテちゃん、おナイスナイス、相手ちょっとひよってっかな、おっとカンテが突っ込むよ、さあどうだカンテ、カカルニー、えカカもいるぞ、ちょまあこれは通るわ、これは通らんもんな、うん、まあでもこれで牽制することによって相手があそこを意識するんで、次カカが来ます。さあカンテからどうする、中入れてフェキル、このフェキルが厄介だ、安いのに高いんだからね、コスパにやられてるってすげえムカつくことよ。さ立て、オッケー、入れさせねえぞ、ちょっと入れさせ、ナイスカカ、あじゃあカンテだ、いいぞ、いやルーニー、それは一番赤いのはチームの士気が下がる。さあプスカッシュ、いやプスカッシュ生きてないな、ほらいやでもこの人プスカッシュ結構好きかもね、無理に出してきた、さあソーミンカカ、おっとファンダイクやっぱ強えな、ダメ、それはダメだよ、おっとどうすんのよな、ケシア、そろそろ2点目いっちゃいましょうか、やっぱ 1-0 だとね、いくらなんでもどんな状況でもね全然ありえるからね、ケシエから逆転もありえる、さあ中伺って、ここでいやーアリソンやるね、やっぱアリソン強いな、あれ完璧だったんだけどね、おっと読まれてるか、まあここはね、ここは読まれてるから次の作戦がありますから、引き出しが、さあどうだ、これ一人一人突っ込んでいくぞ、ナイスザンブロッター、よしよしよし、そうザンブロッター、このフィジカルがあるのがいいよ、
やめろやめろベルナルド、さあさあパス出させないぞと、急がせないよ。カンテちゃん、これまさか外からネレスが走ってくると思わなかっただろうな。リュディガからケシへ、ほらどうする、ほら突っ込んできたら出すよ。さあここ嫌な嫌なとこだね、ほらほら、ああまだ持ってるまだ持ってる、落ちちゃう、危ない。リュディガ君ちょっと怖いね、ちょっと怖いね、ここ落ち着いていいよ、よしよしよし、上がれた上がれた、2対1つく、ケシへ判定、ルニー、うえぇー、しゃー完璧。これよやっぱ俺はね、思いっきりゲージをグッて押してたから振りかぶるはずだったんだけど、ルーニーがね、そこ起点利かして、あ、チョンでいいわみたいな、これチョンでいいわみたいな感じでチョンで打ってくれた。これがチームだよね、上手い人ばっか集めるわけじゃなくてさ、人の失敗を誰かがカバーすればいいじゃん、最後みんな笑ってたらいいじゃんってことよ。さあ20:30、ちょっと怪しいんじゃないの、突っ込んできてますかね、中が開いてる。さあ、いやいや、おーじゃ、これはオフだな、これはオフ、まあ惜しいな、まあ勢いはかなりペースね、やっぱザコの王様として見せつけれてるんじゃないかなと思います。ザコの王様、これがチャマの実力かと、怖え怖えよって思ってるかもしれない。おらおらおら、なんかあれだろ、ツイッターとかでどうやってんじゃないの、エリート隊ですみたいな感じで、え、ザコの王様に負けんのか。さあ鑑定、いいよいいよ鑑定、いい、出させない出させない、遠く狙ってんのはバレてんだよな、近い選手あんま見てないでしょ。ここも読んでんだよな、リューディガーの総力舐めちゃダメ。さあ落ち着いて、これね素晴らしい、いやここを練っていく、スティックグリグリグリになってんだろうね。いやさあ判定から行くよ行くよ行くよ、さあソフミ戻してもいいし、打っちゃうか、いやー気持ち入ってた、気持ち入ってたね今ね、よかったわ。いいね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 、あー流れるような、あ惜しいな、ファンデイクあそこね、やっぱ逃がさないよね、離さないよね、オッケー、コルネマジでいいわ、いいね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 、あーパスコース、コルネがパスコースを防いだから、こう狭めたからカットできたね、あっいけるいける、よいしょソフミン、よっしゃおいおい、どうだザコの、ザコの一発はどうだ、重いだろ、気持ちが入ってんだよこっちは。さあ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 、どうする、どう見せてくれるんだエリートさんよ、エリートさんここから何を見せてくれるんだよ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、危ない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 、よしよし、あちょっとちょっと待って、ちょっと待って、オッケー、リュディガー今日はね、ジューレよりリュディガーが大活躍、ここ行くもんねリュディガー、あ惜しいな。さあ皆さんいかがですか、ザコの王様チャマ 3-0 です。ただまだ全然わかんない、ここからプラ変えてくるから、アングリパンダ、中国人でしょうね、パンダ入ってるってことは、ここからねまだわかんないよ、でここでザコの皆さんは、あ勝ったって思うかもしれない、もう立ち上がってね、嬉しくて椅子の上に立ち上がってプレイしてるのでしょ、あんたたちザコの皆さんは、それじゃダメよ、こっからまたギュッとね引き締めて、ほらね、ちょっとね、なんかこう選手の気合も抜けてるような気がする、なんかほらふざけたパス出してる、ダメだぞジューレ、最後までしっかりやんないと。さあカンテ狙い澄まして、ここだ外、ソフミどうする、こっから、あー惜しい、もう一回、ああるある、よしふんねえ、今さカカがコネコネしてなんとかマイボールにしたけど、あそこから加速は難しいというところで、やっぱルーニーがね迎えに行くのここだよと、エースだなお前。さあ4対0どうする、いくか、ベンゼマ、自慢のベンゼマ見せてみろ、おっとそこはカンテが通さない、あちょっと消して、しっかりしろ、丁寧にパス出していかないと、さあ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 やらせないよと、何がしたいんだいと、もう今何もできない状態だこれは、テンパっていいぞと、早く攻めたいけどパスコースがないよみたいな、よいしょベンゼマ泣いてるぞ、そんなもんじゃねえだろベンゼマ、出すよ、ああるんじゃない、キーパー出てる、これがエリートのシュートだ、ワンツースリー、素晴らしいね、震えるような、今ザコがみんな腰浮いてるよ、日本中のザコがみんな腰浮いた、
ああいうのもね、やっぱやっていかないとね。本当はあれ一番ねシュート確率低いんですよ。今のコースから狙えるシュートが4パターンあったんですけど、一番確率低かった、だけどあれをね決めるともう相手の心折れるんですね。もうわーってなるから、うわーって、ダッシュ、うーん、ナイス、危な、ノイア神だな、ついてるね。もうサッカーの神様がザコの王様を応援してるわ。すごいよこれ、すごいことだよ。もうザコの時代が来るぞ俺たち。よかったな、ザコの時代の到来を感じる。あ、来た来た来た、奥かな、手前かな、どうだ。あー、これあや、なんか怪しいね、ことしてくるなこの人。今のちょっと真似しよう。ちょっとやばい、結構前からプレス来てるね。ここへ来てお目覚めですか。嬉しいから、いいぞ、ちょっと引っ張って、中開いたね、外だ、で振って打ってるに、いや出せないな。お、いいね、はい来た、あ、惜しい、ダイレでルーニーでよかったのかな。さあ人数少ないね、そっから何を見せてくれ、そっからリューディガーが、とちょっと待て、ジュリー頑張れ、ジュリー、おっと、まあ、レッド出なきゃいいでしょ。この気持ちのプレー、この気持ちのこもったプレーはちょっと考えられませんね、本当ね、ありですよ、あり。ちょっと待て、おー、プッシュカッツだったら入りそうだよね。まあでも頼みの綱のプシカスもテンパってシュート精度下がってる。いいねいいね、持つね。あ、惜しいな、カンテ対カンテ、赤カンテに軍配だ。できる、サイド、ここがちょっと怖いな、このクロスは怖いぞ、止めておけ、よしよしよし、ソンミ戻ってる、さすが、はいはい、おっと、あ、ジュレのこのロングフィード、早いからここがオフになってない。出すよ、あ、惜しい、呼んでるか、さすがエリート隊だな。でもこれはど、あ、ちょっとね、対応できないかなと思ったら AI がしっかり守ってましたね。まあ出させてもいいかも、これ、出させていい。で、中ケアして、中だ、そうで、行く、ちょっと待って、おー、危ねえ、やべえ、びっくりした、カンテでね、手前来るかと思ったら来なかったね。また足元、オッケー、ナイスね、レス分かってるけど全然どう止めればいいか分かんなくて、クラスルボン中いるね。これは L1R1 のドリブンクロスでチェックメイス、ザコの王様、チャマ、ザコの王、ちょっとよしよし、まあそろそろとどめ刺しに行きますか。6対0、まだ終わってないよ、ここまだ終わってないよ。ここまで来て考えることは、ここ通っちゃったから、この試合もう勝ったでしょ。ただ二度とこいつ歯向かわせないためにボコボコにしていきます。もうシャマ YouTube の ID 見ただけで震えが止まんねえみたいな、コントローラー逃げれなくなっちゃうみたいな、そうすることによって次の一勝もぎ取る、それの繰り返しだ。さあここ中でしょ、もう中しかないよね。お、ちょっと待って、ちょっと、おいや、ジュレ神だマジで。はい、落ち着きますよ。ここでね、適当にならないから、俺は今日の俺は適当にならないよ。はぁ、あ、はぁ、あ、外だね、もう一回外、中もいる、どうだ、う、あ、惜しいな、ちょっと変なターンして、きた、よし、加速して突っ込んできたら横パス、こう、You are dead! You are dead! Let's go, Chama! And Zako family! I'm Zako King! Hey! No! で、ここで1点でも取らせてもいいやって思うでしょ？お、ダメだから！取らしちゃダメ！もう二度と歯向かうなと！俺たちザコに二度と歯向かうなって。OK、リュウディガー。もう大活躍だな、今日。ケシエちゃん外でもよかったかも。外出したらね、でも触れずに来てた人がそのままのスピードでいけるからちょっと怖いかなと思って、カンテジューレ、そのね、俺の弱みにつけ込んできたね、この人本気で勝ちに来てるよ。まだまだこの人の目は死んでない。さあどうですか、ドゥン、ザコの意地見せてます。みんなの代表チャラ君がザコのみんなの気持ちを
持ってエリート隊員の殴り込みだ。はいカモン、はいカモン、オッケー。ちょっと上出来すぎたね。うん、まあこの人に言いたいことは、俺に負けたってことはお前も雑魚だ。だから今日から仲間だ。切磋琢磨していこうぜ。上で待ってます。はい、ということで雑魚の皆さんいかがでしたでしょうか。みんなのためにね、頑張んなきゃと思ったらこんなにいいプレイできました。アングリーパンダもね、怒って中国帰ってますよ。ありがとうございました。ということでこの方今日からね、雑魚ですので仲間です。励まし合って生きていきましょう。それでは皆さん、また明日。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。